んだんバラバラになってました。こっち、こっちそうですね、順番が、はい、この家をまず皮目切るような感じで、ね、包丁のこう腹を使って、ああまずこう上から抜いて切っていただいて、それから下ろすような感じですね。こっち向きに切れないんですか？あ、こっちも身がこう入ってるので、筋が、はい。切れるこの木、はい、今飲んでいいですか？はい、大丈夫です、はい、で、高菜大きいので、はい、おそらくこれ3枚おろしってわけにいかないんですよ、はい、で、はい、そこから腹手で分けた方がいいと思いますので、はい、その前にこの鎌、はい、鎌ですね、鎌こう包丁入れていただいて、ここ垂らしたカマトロ入ってますので、なるべくこの側転にこう落としていく、まず、すみません、いいですか？ここに関節あります。大事なところに、ここにまず関節を入れて、うん、そこからこの間にこう入れるような感じですね、はい、うん、でそのままこうこう行った方がいいかもしれない。ありますね、手知らないでください、うん、そうですね、はい、そこ大事、あのいや、できたら来たで直します。このラインでいいですか？はい、でそうあとはなるべくここに身が入ってますので、そこからなるべく包丁を立てた方がいい、はい、うん、そこから包丁を立てるような感じ、釜のこっち持った方がいいかな、はい、包丁を立てながら、はい、今度このまままっすぐ落ちたんですか？それでうちのまま、はい、これ1個ぐらいですか？はい、3個ぐらいの感じでガッ、あー、はい、ありがとうございます。ちょっとここ噛ましたところが、うわー、美味しそう、すごいですね、美味しそうね、そうですね、美味しそうね、そうしましたら、ここに取ってで、はい、このここからこういう中で、まず包丁目入れていただいて、このこれがこの鼻の方で入れていただいて、このここにまずちょっと骨を入れて、これ落とします。これまで。で、この線に沿って、こう、まず、ところを切ります。はい。このラインですか？はい。大丈夫です。ちょっと手を、この力が入るように、根元を持って、はい、手で出る、この流れで出してしまう。すごいね。これ、すごい大きい。お一人でこう上げたんですか？いや、あの、一人に手伝ってもらって、最下階でやりましたけど。そうです。まず皮を切ったら、このここをずっと骨際まで行きます。はい、で、うろこついてますので、ね、ここに入って、で、こういくわけなんですね。ここ、はい、一旦骨、ここにありますよね、骨を。はい、ここに、あ、刃先が来るようなイメージで、はい、一刀で行けば一番いいんですけど、おそらく無理ですので、はい、こう押さえながら、このまま包丁を立てて、こう。はい、背骨に当てる感じ。こういくと手切れるかもしれないので、うん、なのでこっち側に当たりました。そんなコツが。はい。ああ、いいね。お、いい音がしてきた。いいんじゃないですか。本来なら。あ、出ましたね。こうなんですけど、まあでも後で全然なりますので、ね。はい。微調整で、ちょっと、はい、ここ、
もう一回骨際を骨ちょっと外しましたので、そのまままっすぐこう、ちょっと気持ちこう、うん、はい、このちょっとこんな感じで、はい、そのまままっすぐ来て、はい、完璧です。はい、そうしましたら今度ここを皮目切ったところを普通におろすような感じで、はい。